プー祭り間に合いましたね。いいところあったらそこでやってみようかなと思います。まあ映すかっていう感じですね。まだね竿は立ててないっぽい。
と今、まあ、一応半往復だけ一番ケツに来ましたね。ケツの関東通りのセブンイレブンですね。まあ、一応明日がちょっと青森ねぷた行くんでちょっと早めで帰りますね。最後までいるっていうことはないです。まあ、本当はこういうことしたかったからね、まあ、それに標準合わせて今年の夏は過ごしていこうと思ってます。ではでは。